やっぱりこのゴールドの部分とか、これが結構信念の部分を表すんですね。で、あのイエローのとこもそうなんですが、はい、いい意味で頑固。ああ、頑固だよ。さあ、本日は声解析、声診断コーナーです。クオンタムボイスアカデミー稲井秀人学長が担当するコーナー。これまでに2万5000人以上の臨床データのある声診断ソフトにより、ゲストの方の声の波形を読み取り、その方の個性や能力を紐解いていきます。本日のゲストはプロ冒険家の阿部正達さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは稲井学長、進めていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、先ほどもね、素晴らしいお話聞かせていただいたんですが、今からはご自分の心の冒険をしていただきたいと思います。いいですね、心の冒険、はい、初めての冒険です、はい、それは。今から喋っていただくことを、ドレミファソラシドに喋りを置き換えるんですね。そして色と波形にして見ていきますので、まあ、普段通りの喋りをしていただいて、で12秒ごとに色と波形が出てきます。どんな結果が出るか非常に楽しみです。 OK、はいはい、です、 OK です。じゃあ、まあ普段の会話しながら行きますんで、はい、はい。さあ、阿部さんもね、いろいろこういうラジオとか、例えばテレビとか、いろんなもの出たことあると思うんですが、要は緊張とか全然しないタイプなんですか？あ、緊張はしますよ。本当ですか？常に緊張はしてて、でもその緊張する感じがまたいいなと思ってるんですけど、完全にリラックスしてたらそれはそれでだるっとした雰囲気になっちゃうので、だから結構講演会とかは今でも手足震えますけどね。ああ、そうですか、うん、それがいいですね。なるほど、ちょっと待ってね。やっぱ緊張の場って大好きですか、ご自分で？そんなに好きじゃないけどでもそのやっぱり緊張感を持って生きるっていうことが、やっぱり張り詰めるからゆるっとした時の良さも分かりますし、なんか人生って冒険もそうですけど、全部波みたいなもんだと思ってて、冒険で危険な思いをしたりとか、なかなか食べられない思いをするから、日常に来た時にいかに幸せかが分かる、いわゆる、まあ、昔の言葉で言うと樽を知るみたいなもので、なんか緊張してるから悪いってことじゃないかなと思いますけどね。なるほど。こういう形でですね、はい、はい、色と波形でこうやって出てくるんですね。なるほど、なるほど、なんですか、はい、まだもうちょっと撮っていきたいんですが、はいはい、やっぱり、はい、今次の、ね、はい、プロジェクトに向かって動いていると思うんですが、はい、今準備状況とかどんな感じですか？毎年毎回そうなんですが、楽じゃないなと思いますね。やっぱり、資金的なところもそうなんですが、準備も大変ですし、そしてトレーニングもありという中で、大変だなって毎年毎年思いながら、でもそれでもやっぱりやりたくて続けていくという感じで、ただそのできるか分からない夢だからこそ冒険的で楽しいなと思いますね。冒険家ってこのすごくなんというか不思議な生き物で、できると分かっているものはやりたくなくなっちゃうんですよね。これが不器用にしか生きれない感じですね。なるほど、なるほど、いい言葉が出てきましたねそこがやっぱりかっこよさでしょうね。よくその考えはしますね。なんで自分がこういう思考で、自己分析じゃないんですが、なぜ自分がこれをやってるかっていうのを深く深く掘り下げる。それは特に僕は冒険で1ヶ月2ヶ月とか、完全に1人、場合によっては半年間、たまに人に会うけど1人っていう自然の中でが多いので、考える時間はある。その時にもっと自分を深く深く知れるようになるなと思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。こういう形で出てくるんですけども、基本的にこれ十二色の色と波形で出てくるんですね、はい、面白いですね、はい、で特にご自身のこのオレンジ色のところとかが割と深いところで出るんですが、はい、これが感じるという領域、ほう、はい、でやっぱりこのゴールドの部分とか、これが結構信念の部分を表すんですね、はい、でイエローのとこもそうなんですが、はい、いい意味で頑固。ああ、頑固でしょうね。こうだよって、頑固でしょうね、僕はこうだよってやっぱりその信念がないとできませんもんねそう、頑固一徹じゃないとこの生き方にならないですよね、だと思います
そこがやっぱかっこよさでしょうね。このゴールドの声が出る方っていうのは、まあ、イチローさんの声なんかも僕は憧れてるんですけど、彼もゴールドの声なんですよ。へー、信念の道を行くみたいな。なんか急になんか好きになってきました。はい。元気だなっていう。はい。いや素敵ですね。そしてやっぱりコミュニケーション能力はこのグリーンのところなんですよ。やっぱり誰とでもつながってオープンハートで、しかもこのアクアブルーというところが人とつながるし、しかも人の気持ちが一瞬でわかる。うーん、やっぱそれがないと、特に言葉が通じなかったりしたら本当に味方にしていく、一瞬で相手の方をやっぱり虜にしていくとか、そういうものがないとなかなか、あの僕喋りが苦手でとか自分を出せないと言ってたら、さっきおっしゃってた通りで本当に命にかかりますもんね。そうです ね、 本当にこの右脳的な感性は非常に素晴らしいと思いますね。だから誰とでも会話ができる方です。いやさすがですね、はい、もう阿部さんのこの魅力というのがもう声にしっかり出てたということがよくわかりました、うん、本当です。すべ、はい、ての明けでできます、うん、さあこの内容につきましては、はい、ぜひですねこのインタビューページに詳しく掲載しておりますので、はい、ご覧いただければと思っております。はい、いや本当に、ね、阿部さん3週にわたりましてご登場いただきましてありがとうございました。はい、それでは稲井学長ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。